本項目は年齢別にまとめたアメリカ合衆国の大統領の一覧である。一つ目の表は就任時、退任時、死亡時のアメリカ合衆国大統領の年齢を指名している。二つ目の表はその時存命の大統領の中での最長時を示している。大統領就任時の年齢分布歴代、アメリカ合衆国大統領の就任時の年齢の 中央値は55歳3ヶ月である。これは、リンドン B ・ジョンソンの就任時の年齢と一致する。就任時の年齢が最年少であったのは、セオドア・ルーズベルトであり、彼は、マッキンリー大統領の暗殺を受けての繰り上げ、就任であった。選挙で大統領となった人物に限った場合の、最年少は、 ジョン・ F ・ケネディの700系百4 3 0四43歳と236日。逆に、最年長は、ジョー・バイデンの700系百7 8 0七78歳と61日である。ジョン・ F ・ケネディは、就任3年目に暗殺されたが、これにより退任時の年齢は、史上最年少となる。任期を満了しての退任者に限った場合の、最年少は、セオドア・アルーズベルトである。 一方で、任期満了した退任者の最年長は、ロナルド・レーガンであるが、就任時点でこれを上回っているバイデンによりこれは、確実に更新される。年上の公認者の数が、最も多い大統領は、ジョン・ F ・ケネディであり、リンドン・ B ・ジョンソン、ロナルド・レーガン、リチャード・ニクソン、ジェラルド・ホードの4人が該当する。一方で、ロナルド・レーガンとジョー・バイデンは、年下の前任者の数が、 最も多い大統領であり、レーガンには、リチャード・ニクソン、ジェラルド・フォード、ジョン・ F ・ケネディ、ジミー・カーター、バイデンには、ドナルド・トランプ、ジョージ・ W ・ブッシュ、ビル・クリントン、バラク・オバマの4人が該当する。存命の大統領経験者で最高齢は1924年10月1日生まれの、ジミー・カーターであり、現在は700系1970兆97歳と30日で、 ある。彼はまた2019年3月22日に、ジョージ HW ブッシュが700系1940丁、94歳と171日で亡くなったことにより、歴代最高齢の大統領経験者となった。さらにカーターは、大統領退任後からの寿命が700系1400丁、40年と284日でこれも、歴代最長となっている。 また存命で最年少の大統領経験者は1961年8月4日、生まれのバラク・オバマである。自然死した中で最年少の大統領経験者は、ジェームズ・ケイ・ポークであり、彼は退任から103日後に、これらによって700系1530兆53歳と225日で亡くなった。ジョン・アダムズは1803年から2001年10月に、 ロナルド・レーガンが更新するまでの約2世紀の間最長寿の大統領経験者であった。以下は上位6人の長寿大統領である大統領経験者45人のうち25人がその当時の存命者の中で最長寿となり、さらにウィリアム・ハワード・タフトは二度のその座についた。ハーバート・フーバーはカルビン・クーリッチの死から自身の没日までの31年間最長寿であったが、 これは最長記録である。一方で、リンドン・ b ジョンソンは1972年12月にハリー・エストルーマンが亡くなってから、その27日後に自身が死ぬまで最長寿であったが、これは最短記録である。当時49歳であったセオドア・ルーズベルトは最年少の存命最年長大統領となった。また現在存命中では94歳の ジミー・カーターが最年長である。歴史上3度、存命で最長時の大統領経験者は、自身の死ではなく、年上の大統領が就任したことによってその座を失っている。セオドアル・ウズベルトは1909年に、ウィリアム・ハワード・タフトに抜かれ、タフトは1913年に、ウッドラ・ロー・ウィルソンに抜かれる。1981年には、リチャード・ニクソンが、ロナルド・レーガンに抜かれている。 11人の大統領が在任中に、記録保持者であった。ジョージ・ワシントン、ウィリアム・ハワード・タフト、ウッドロー・ウィルソン、ロナルド・レーガンは、当時の存命の前任者たちよりも年上であったために、就任の時点で最長寿であった。ジョン・アダムズ、ユリシーズ・グラント、セオドア・ルーズベルト、ハーバート・フーバー、リチャード・ニクソンの場合は存命の大統領経験者が、 彼ら自身しかいない時期があったことにより、最長寿となった。アンドリュー・ジャクソンとベンジャミン・ハリソンは、その当時存命だった、他の経験者がそれぞれ前任のジョン・クイン・シー・アダムズと、グロバー、クリーブランドのみであった。一方で、ジミー・カーターは、大統領就任から存命中最長寿の座に、着くまでの期間は、ジョージ・ H.W. ブッシュの死までの700計1370兆。 37年と314日と最も長い。ありがとうございます。